リンリン、ハロー、パラレル、リンリン、パラレルのリントです。はい、今日は6月14日、火曜日になります。はい、今日二人とも、ハンドリングです。シェフィはすごい格好。そして、ロッペはおそらくもうそろそろこれ、脱皮するね。というか、ほぼ脱皮始まりつつあるかな？シェルターにウェットシェルターに水入れて皮が剥がれやすいようにしておいたらいい感じかな。最近自分でね脱ぐようになってくれたのでこの子は助かってます。まあきっと脱いでくれることでしょう。いや、それにしてもでかくなったね。ブリッブリですよ、尻尾も。こんな感じで。君は、おとなしいね。ロペ様はね、ほんと。いいよ、降りても。あっちゃこっちゃ行かないでね。あっちゃこっちゃ行かなきゃ全然降りていいよ。攻撃的じゃないから全然大丈夫だとは思うけど、びっくりはするよね。あ、やばい、私が短パンであることがバレる。仕方ないか。足があんまり綺麗ではないので、ちょっとすみません。そこに行くのかい？じゃあできればその足の隙間にいてください。あんま奥に行きすぎないでね。どこ行きたいの君？どこ行きたいの君どこ行きたいの？いや、ほんとでかくなったね。こうやって横で並べるとさ、この大きさのよ。そしてそう考えるとシェフィちっちゃいね。でもあんたでも80センチとか90センチとかなるんでしょ普通に。びっくりだよね。あんたは多分もうフルアダルトみたいな大きさだよね。もうちょっと大きくなるのかな。でもこの子も元気。ロペはね、最近ご飯食べたい時自分からケージというかね、シェルターから顔出して、飯くれるんすかって最近出てくるようになったからね。可愛い限りです。飯いらん時は、電気つけたりとかしても、基本的にシェルターの中にいるんで。餌欲しいときはね、自分からシェルターから出てくるの。あ、ちょっとごめん。そっちはちょっとごめん。あ、そう。その辺だといいわ。自分でシェルターから出てきて、お腹空いてるときはね、自ら。どこに行かれるんですか？ちょ。あんまりあっちゃこっちゃ行かないでおいて。いい感じよ。今度ね、その出てきたところ、写真じゃない、動画撮りたいですね。餌くれるんすかみたいな感じのところをね。そう、欲しい時に自分からシェルターから出てくれるから分かりやすくていいよ。あと、トトちゃんと私のことを認識してるよね。ケージ近づいてきてね、餌欲しい時私の顔を伺って出てくるもんね。まあ、近くにいるじゃないですかみたいなね。餌くださいよって出てくるもんね。君はね、最近餌欲しいよって出てこないね。置き餌とね、ピンセットからを渡すようにしてるけど、置き餌の方を欲するよね。なんかね。ただ君は慣れたかな。たまーに威嚇はあるけど、まあ多分そのなんだろう、ハンドリングをしに行こうとした瞬間が、ね、シェフィー的に気に食わないタイミングだったりするんだろうね。すると、テイルアタックされます。尻尾でペチンって。ただね、まだ一回も噛まれたことないね。もう一週間半くらい経つけど、今んとこまだ噛まれてないね、君に。
まあ、まだ噛まれても全然痛くなさそうだけど、うん、ちょっとこの調子でね、この子たちと仲良くなっていきたいね。はい、ということで今日は、6月14日火曜日の、リント日記でございました。もうなんか最近動物とね、動物とかうちの子たちとね、戯れているタイミングでサクッとこうやってね、動画を撮ってやってる感じですね。とりあえずなんかドラム動画もね、この間作ったし、今ねスパイファミリーのオープニングもやりたいんですよ。ミックスナッツで、ミックスナッツね、耳コピーがねしてるけどまあもう叩いてみたとかね、譜面も上がってるんだけど、全然普通になかなかね、まだちょっとうまく叩けないね。ちょっとうまく叩けるよう頑張りたいところ。まあそのあたりもね、あげたらぜひとも見てください。結構余裕が出てきた部分もあるので、ゲーム配信とかもねできたらいいなと思います。おお、そこシェルターじゃないけどいいところ見つけてね。はい、ゲーム配信もしていくんで、よかったら見てあげてください。ということで以上リントでした。バイバーイ、バーイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上リントでした。バイバーイ。